被爆の危険にさらされた福島の子どもたちを救い出せ。野田内閣は営利至上主義に走らず、緑と自然、そして子どもたちの命のために原発の再稼働をやめろ。原発事故を起こした東京電力の刑事責任をしっかりと追及せよ。追及せよ。子どもたちの命と潤すき産業を守れ。危険な暫定基準値を即時撤廃せよ。撤廃せよ。その安全と子どもたちの未来を守れ。その安全と子どもたちの未来を守れ。食の安全と子どもたちの未来を守れ。食の安全と子どもたちの未来を守れ。脱原発を達成せよ。達成せよ。脱原発を達成せよ。達成せよ。もう月曜日のこの時間帯に、ね、長い戦いになると思って歩いてます。どうもね、皆さん、我々も、ね、仕事の後に参加している人は多数です。皆さんもね、一緒に歩きましょう。我々の運動機関を破壊する原発を停止、再生エネルギーを開発しよう。推進せよ。推進せよ。原発を稼働もさせるな。稼働させるな。人の命を守り、自然の命を守れ。人の命を守り、自然の命を守れ。食の安全と子どもたちの未来を守れ。食の安全と子どもたちの未来を守れ。我々右からとつけてますが、右とか左とか関係なくて、皆さんがこの日本に住む、ね、一人の人間として、この日本には動物も住んでます。この先100年200年この国に人が住めなくなるような状況が起こるかもしれない、その現実を 3.11 の福島第一原発事故によって目の当たりにしたわけであります。絶対に事故はない、安全であると言っていた原発は、たかだか3、4時間で止まってしまってメルトダウンを起こし、我々非常に危険な状況を及ぼし、私たちが安全に暮らしていた現実をどこかにやってしまった。今まさに3月11日の大震災から、日本はいつまたどこで大きな地震が起こるかわからないのです。このような中で福島第一原発と同じ事故がどこかで、第二の福島第一原発事故が起きたらどのようなことになるか、私たちはこの日本という日本列島を進めなくなってしまうのではないかと思っています。ですから、絶対に安全でない、絶対に安全な原発があるならば、それは稼働していいと思いますけど、絶対に安全でない限り原発が稼働しちゃいけない、私はそのように考えるんです。ですから、一日前危険な原発を即時、危険である原発は即時に停止しなければいけないと、今まさに、ね、平日のこの時間、みんな仕事帰りです。ですけど、ね、東電に向かって抗議の意味を込めたデモをしております。街行く人々も、我々は我々と共にね、歩きましょうよ、一緒に。全然、ね、みんなが一丸となって歩くことが大事なんです。私たちの平和は自分たちで気づかなければ、国家が真実を教えない、マスコミが報道感染に従って国民を救おうとしない、福島の、ね、現状を見てください。我々東京、ね、横浜に住んでる人間は多少情報があったけど、報道が一切足りなかった。そうだ、放射能が漏れていて、今になって出てきたって、当時まずは人命優先で救うのが最初です。この国家は平然としたんです。そうだ、日本のおいてそんなことが起きちゃったんです。世界に対して恥さらしです。どうか皆さん、この、ね、福島第一原発は東京電力で震災です。東電の政治責任がないのはまずおかしい。もうすでに捕まっていていいと思います。それが現状です。皆さん一緒にね、我々の安全を勝ち取るために、どうかね、一緒にこのデモ隊として歩いてください。皆さんがね、一緒に歩くことを歓迎します。
私たちは真の安全、ね、危険なものはいらないという考えから、本日、この銀座新橋地区をデモで歩いております。12.5 右から考える脱原発ネットワークが主催する脱原発のデモ隊であります。シブレッコーシブレッコー脱原発を実施し、子どもたちの命と潤しきサンダーを守れ守れ脱原発を実施し、子どもたちの命と潤しきサンダーを守れ守れ僕の反対を守るために一斉大使をやめて、命優先の情報を提供せよ発表には規制を正し、国民に危険を知らせる真実の報道を東電なんてありえない、ありえない、東電の刑事責任を追及せよ追及せよ、東電の刑事責任を追及せよ追及せよ、東電はしっかりと刑事責任を取れ、東電はしっかりと刑事責任を取れ、原発を即時に停止せよ停止せよ、全裸原発を即時に停止せよ停止せよ、東京電力は何の威圧だな、あんな一人ではいけないんだ、その辺から覗いてなくていいから、ね、チラチラの女が出てきて、しっかりと我々に東電社員ですが、こう思ってますという思いを言いなさい。君たちは反省しなきゃいけない。国が意に守られて、ボーナスを満額もらう。普通は赤字企業に転落したら、人災である、スタンドができてなかった原発運動を起こしたら、いやさすがにボーナス満額もらえませんとなるものです。ですから、組合としては本当ならば、いやボーナス返上という話が出てもいいのに、そんな話は聞きません。あんのかな、どうだかんと我々そのようにね、怒りを覚えています。どうか皆さんね、東電の社員は他人事じゃないということだけをしっかりと自覚して、東電内部から対応選手じゃないけど、しっかりと責任と刑事告訴するのが一番早い道であって、皆さんには沢を作るという姿勢が見えます。我々はそのような東電の事情作用に多少はまだ期待します。東電はしっかりとまずは刑事責任というその責任を考えなきゃいけない。あなたたちは業務上の過失をしたという責任を持っています。私たちそのようなことを訴え、本日、この銀座から新橋にだけでデモをしております。Thank you.
災なんですから、ね、経営者じゃなくて社員一人一人が自覚を持ってもらいたいです。他人事で済ましちゃいけません。これは東電の社員だだけだから仕方ねえじゃないんです。やっぱり東京電力が起こした事故なんですよ。責任は感じてください。そしていろんなところに被害を被って非常に生活が苦しくなっている方々が多い中で、自分たちだけがボーナスをもらっていいのかと自慢に向かうってください。そこから出てくるものは、ね、裏側、いやこれはまずいという意見が出てきていいはずなんですよ。それなのに当年の社員からそのような意見が出たということは聞いていない。僕はもしかしたら情報力が足んないのかもしれない、そういう人がいるのかもしれない。しかしそれは公に聞こえないんですよ。ですから当年の社員は、ね、東京電力の社員という自覚責任を持って、我々が本当にボーナスなんてもらっていいのかな考えていただきたい。労働的には君たちには対価があって当たり前だけど、もうそういう問題じゃないんですよ。友人は椎茸が出荷できない、今どうしようかという話になっている。そしてね、あなたたちの東京電力に持ってきて買い取ってもらうしかないという意見が出ている。私もそう思います。そういう中でね、あるのに未だにね、東電だけボーナスをもらって平然としている。普通じゃないですよ社員が。自問自答してください。そして東電内部からいろんな声を上げてください。我々は同じ人間として、日本人として、ね、国民として、市民として、自民として皆さんがそんな声を上げてくれることを望んでます。当年の刑事責任をしっかりと追及せよ。追及せよ。県の原発を直ちに停止せよ。このようにデモをするかといえば、私たちのこの安全が非常に脅かされ、危機感がすごい芽生え、我々が今まさにこのように何らかの行動を起こさなければ、日本列島は、我々人間は、人は50年後100年後この日本列島という島国存在できないんじゃないかという非常な主張を持ってです。原発っていうのは、原子力発電っていうのは絶対安全、事故がないという嘘が安全神話という名前で言われてきます。しかしそれは嘘だ。事故は起きたんです。そして一度事故が起きれば非常に多大な被害を催す、ね、もうすごい広い範囲で被害が広がり、私たちの生活というその安全が脅かされることが分かりました。福島第一原発は、私は我々に対する警鐘、一つのお前らしっかりするという、ね、自然の声だと思っています。不良式産業を守るということをなぜ使うかといえば、自然が次にやったら本当に増えなくなるという、私たちに対するチャンスをくれてると思って、ですから我々はその自然のチャンスをしっかりと受け止め、危険な原発を全て停止して、不老式産業や子どもたちの命や、そして都会で生活する人や田舎で生活する人や、また動物たちのそのさまざまな命を救うために、まさに今脱原発というそのような方向に向かわなければいけないと思っています。危険な原発は即時停止、そして不老式産業を守るということを強く訴え、子どもたちの命、不老式産業を守るという命題のもとで本日デモ行進をしております。どうぞ皆さん、これから先の私たちのその10年20年後をしっかりと考えて、今の生活だけじゃなくて子どもたちの時代まで考えて、我々の方針というものをしっかりと出そうじゃありませんか。
大人の責任です。このまま終わるのは私たちそのような中、本日デモ行進をしております。スペックオン、脱原発を実施し、子どもたちの命と潤しい産業を守れ。右から考える脱原発ネットワーク主催によるデモ隊ですが、ここに参加している人は左の人から右の人からいろんな人がいます。みんなが一般人として一人の人間としてここにいます。そうなんてありません。そうなんていらないんです。原発事故の前でそのような思いでね、皆さんに対して訴えよし、党に対して抗議よし、このように歩いていきます。どうか皆さん来年いい年にしましょうよ。そのためにも原発事故の問題だけはしっかりと面と向かって対応したいと思います。我々は安全でない原発はあってはいけないと思っています。安全でない危険な原発は我々に災禍をもたらすだけです。第二の国は、ね、第一原発が起きては遅いです。そのような思いで皆さんにこの幸せでせっかく楽しく飲んでいるところですが、お騒がせして申し訳ありません。ね、それら強い思いと危機感を持っているからこそ、この時期にこの新橋で皆さんに伝えています。どうか皆さん、安全でない原発はいらない。危険な原発は、ね、即時止めましょう。我々は危険な原発はいらないんです。そのようなことを強く訴え、潤しき産業と子どもたちの命を守るために、私たちの今生きる大人たちの責任を果たそうじゃないですか。途中から参加しました。すみません、前々からその決まってた用事があって、それであの途中から、タクシーで追っかけてきました。やっぱツイッターがあると便利ですね。あ、今その、東電前でやってますってあった。それで東電を目指してきましたんで、いやでも我々が昔やってたことは全然違って非常に機能的になったし、ハイテクになりました。でさらにこの力でもっともっと頑張ってやりましょう。今日はありがとうございました。ご苦労でした。